取り終わっちゃいました。すいません。はい、じゃあ押さえとってね。はい、はい、1分押さえとって、この子も分かったね。で、後出しそういうと話していいよ。CBC と蓋して、うん、蓋してミックスして。ゆっくりゆっくり、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。終わった終わった。CBC ドライゲム、5項目プラス SA ドキーフォよし。はい、ここでミックスして。よし、顔にしてもらおうか。はい、ちょっと光線照射してください。はい。すみません。1分。ちょっと外して。ちょっと外して。小さい。目の後ろがさ、隠れてるから、少しでもよくなってくれるように。はい、あとこの子、歯磨きしてないですよね。うん。またお口が匂ってきてるから歯周病も一緒に、ね、自分で歯磨きできないかしょうがないですね。猫7匹もできてるよね。確かに難しいんだよね、うん、7匹は大変だよね、うん、最初2匹でね平和に暮らしてたのに、ちょっと戸建ての家に移ったんですよ、実家の方に、そしたら物置で産んじゃって、うん、それが全員別で2匹すぐ死んじゃったんですけど、1日2日で5匹子供がいて、母親1匹じゃないですか、2たす6で8になっちゃって、でここあの前飼ってた猫はここでちょっと、まあね、あの病気で亡くなったんですけど、想定外ですよ、一気に増えない。話すよ、はい、プラスチングして、はい、あとはこの子あれ作ろう、ワクチンは11月に行っておいたら、はい、それからちょっと寄生虫予防のお薬をね、つけさせてもらいますね、はい、すごい手抜けるね、コマちゃん、はい、じゃあ、1万3に入れて103、はい、お疲れします。はい、でおしっこちゃん、ね、じゃあちょっと手続きをやってください、はい、それでじゃ あ, 明日一回電話くださいね、はい、自然感じに、はい、はい、そのカゴはどうしましょう、あ、これ預かってきましょうか、はい、じゃあそのカゴはお預かりして、はい、いや、とりあえずいらない、おしっこ調べてから、はい。